な、楽屋？これは。おー。これ歌手の人かな？さっきの。ん？こっちは何もない。で、心臓がドキドキ言ってるんで、こうなんでしょう。違う？違うの？え、どこに行くの？このドアじゃないの？違う。え？こっちか。え？どこどこ？え？どこに行くの？全然こっちじゃないね。ここか。バラか。え？呪いの人形やん。で？次は？ここか。さっきの写真やん。あの歌手の人ね。どういうことや。もらったやつ。脅迫状かな。さっきの黒人のボスと知り合いなのか付き合ってる感じやけどな、なんか。次は駅か。おいおいおい。やば、さっきのやつらやん。格闘？ああ、失敗した。めっちゃ次から次へと来んねんけど。おっしゃ、まだか。オッケー、自販機がある。やば。おい、主人公強すぎでしょ。やばいやばい。これも小さな時の記憶か。めっちゃ殴られてるけど。これ誰なんやろ。虐待か。この主人公は虐待を受けていると。こう何？このぼんやりしてんの。ほうほう。お、またまた？めっちゃ来るやん。おー、いてて。ふざけやがって、こいつら。
すげえアクション殴りまくってるけど。 OK、 まだ生きてる？もう生きてないか。うわまずこいつ武器持ってるけど。いった、あっぶね。ちょっと、お、やばいやばい。ぶなー。これ灰色になったらちょっと殺されるかも。危なかった。狙われてる。おお。誰かに狙われてるやん。誰やねん。警官っぽいけど。刑事さんですか。ここは？誰の家？あ、さっきのあの写真の人っぽいね。なんで家まで来たんやろ。なんか狙われとんのかな、やっぱり。なんか喋ってる。何の話や。しかしこの主人公聞こえへんけど話せるんやろかね。いや絶対バレてると思うけど、これ来てんの。知り合いなんか。何やこれ。でここも歩けるってこと。ここでは？あ、なんか血で檻のマークが書いてあるけど。やばいやろこれ。誰か来た。バラ、さっきの人？ちゃうんかな。顔がよう分からへん。なんか喋ってるけど、まあ、迎えに来たっていうことはなんか分かんねんけど。でさっきの、いやなんか随分実写と顔違うような気するけどな。あかん、どういう会話してんねやろ。嫌われてるんかな、この黒人の人は。
やばい、全然わからん。なんやろ。多分この黒人の人は女性のこと好きなんでしょうが、多分すごい断られているのか、なんか心配事があるのかみたいな感じやろね。こいつは誰やね。お。こんなもんがありましたけどって出すなと。彼女にはこのこと言うなみたいな感じ？鳥持ってへんけど。また吹いた。どこ行くんやろ。とりあえずこの女性を狙われてるんでしょうね、多分ね。で、男が心配してると。え、みんなどっか行っちゃったけど。なんか喋ってる。わかんの？暗いのに。分かってんねや。何の話してんねやろ。この主人公は多分ボディーガード的な感じで来たんかな、一緒に。いや、難しい。美人やな。あ、喋れんねや、一応。あ、この女性は？主人公のことが好きなんでしょ、多分ね。第2章終わりみたいな感じかな。いや、何やろ、ここまで。主人公は、マフィアの一員なんやろか。次はどこに行くんや。クラブムーンライス。ライズか。さっきのボスがいたところの劇場？
の続きやったら、さっきのお姉さんね。歌手やな。歌手なんかな。ピアニストなんかな。歌手か。マイクあるから。何言ってんやろ。まだ歌ってはいないや。弾くだけ？ピアニストか？どんな音楽流れてんだよな。まあ、スクエニックスやから、めっちゃいい音楽なんやろな、多分な。聞こえてんのかな？絶対聞こえへんよね。で、この人と、ドイツ人物なんやろか。死んでるもんな。ドイツ人物じゃないよな、絶対。歳全然取ってないし。お母さんか、やっぱり。お母さんに似た人？誰？いや、なんかまたヤバそうなやつやな。やばいやばい。めっちゃ暴れとるけど。おお。いや、相当やばいでしょ、これ。お、非常事態。おい。なんなんいきなりこれ。おお。触られるパターン？誰やねん。いった。ここから先頭？おお。おお、マジかマジか。頭だ。OK。 よし。まだ生きてんのかよ、こいつ。よっしゃ。ようわからんな。